皆さんこんばんは、ブレイブハーツゲーミングブラッド大佐とドラゴンです。今日は親子で配信していくよ、みんなよろしくね。さあ今日は何をやるんですか、ドラゴン説明してください。今回は前のダービー終わって今回は決勝が始まったと。今回の決勝のルールが大会中に持ち帰ったサプライはこれらの価値に応じてポイントに換算されると。はあはあ。そしてコントラクターを1人撃破するためにはあ追加で5万ポイントを獲得できると。はいはい。その中でボスを倒してうんボスのトークを手に入れたら20万ポイントもらえるよとなっています。なるほど。ちょっと今ドラゴンの声を外に出す音量をちょっとミスったから変えてたから、ちょっと今ドラゴンのその説明俺のマイクから聞こえた流れになったかもしれない。これちょっと距離が近すぎてダメかも。なんだって多分二重で聞こえるような状態になってるからちょっと確認しないと分かんないんですが、じゃあとりあえずあれこれって今本戦ってことだよね。そうです。だよね、本戦か。でこれは今ちょっと待って、チームに入ってる俺たちがこのチームに入ってるメンバーで争っていくってことですね。はい了解。でちょっと今日はトーレスがメンバーとしていけないので、あと誘ってるメンバーがおいおい来るはずなんですけど、まあそれでいこうか。よし。なんか他に説明することちょっとあったら説明してください。ちょっとそういう説明してくれた？ドラゴン説明してくれた。ドラゴンのマイクめっちゃちっちゃいな。マジ入ってない気がする。大丈夫かな。声聞こえないけど大丈夫か。よし、じゃあとりあえず行ってみましょうか。ルートダービー、まあ他のクリエイターたち も配信してるっぽいんで行きましょう。今誰か来た、誰だ。俺がドラゴンが入り直したっけ。そうそう、今さドラゴンの声聞こえるようになったから、さっき一生懸命説明してくれてたやつ聞こえてないかも。外になんだって。頑張ってね。いや頑張ります。よし、ほな行きますか。とりあえず2人で行かないと多分点数入らないのかな。まあとりあえず一旦2人で行って入るかどうかで、ノラ入れていったらどうなるかもチェックしてみる。いや、もうもし野田入れてめちゃめちゃ儲かってしまったらもうそれで入んなかったらもったいないから。そうだね、絶望だもんね。そう、それでもしライオンとかもゴブリーとか出たらもうやばいよね。うん、いいやいいや。ぜひ見てくれてる方いたらコメントください。答えていきたいと思います。
じゃあこれね2000円しかねお金減らないからね、ぜひみんなやってほしいよね。神木、うん、よし行くぞ。あ、先にあれ、あれせんでいいか、リュックサック、いい、うん、じゃじゃーん、そこのこの家見て、そこ家小屋、オッケー、そこ見て、ライオンとか素揚げしてたらね、もうちょっと最高だから、オッケー、もちろん素揚げしてないわ。え、ここ素揚げするポイントあんの？あるよ。さあ、ちょっと運営からこれ紹介しろって言うんで、このかっこよくない、このこのアックス、ちょっと、みんな紫色買った方がいいよ、みんな本当にマジ買った方がいい。行ったじゃん、ケチったら負けんよ、行くぞー。あ、そっち行くの？倒しに行くというよりもあれですか、その入っていく感じ。そうだね、まずここはクリアいないから。もしかぶいかつくね、ここから外見、俺登れない、ね、登れない、登れない、死ぬかも、登れない、登れない。え、スタミナがやべ、最悪。ああ、この銃最悪なんだよ。俺もやらかした。このモード、手術キットないからダメージ食らったら終わるんだよな。そうなんだよ。マウシロやらかした。俺は登れてないっつってたんで。みんな中入ろうぜ。こっち空いてないから、こっちから攻めよう。行こうぜ。プレイヤーやれば5万ポイントやで。行くぞ。プレイヤーやるに決まってんじゃん。プレイヤーやるけどさ、ちょっとそこら辺にいるプレイヤーやった方がいいよ。さっきの銃声してるプレイヤープリヤ、どこ、ピンちょうだい、ここ野戦病院、了解。ちょっと行き過ぎんなよ、俺も違うところ見てる。ゲイ、これ回復キットから手術キット湧くときある？あるある、あるんや、あれ、いや、どこが壊れた？右手、右腕。了解。ちょ一枚やって5万ポイント。オッケーオッケー。敵がさ、俺たちがいた方向から敵が多分来てる。よっしゃ、来たら行って。うん。それはマークスマンだからさ、ちょっといまいちだからさ。どうなってるかな、重積消えたんだよな、野戦病院、怖いね。そうだね、まだ絶対いるから。このマークスマン類さ、弾が強いけど防御力がもううんちだから、やばい、神だからね。
紙。酸素やで。何も守れん。なんか音したんだけどな。見当たらんな。中入ってもいいと思うよ。あ、いた。いたいた今。どこ？あ、入ってった。うん。右？右から入ってた。うん、まあいいや。やり行くか。とりあえず倒したやつ回収行くか。先輩に多分いるんだよね。やる気ないっしょ。やり。マークスマンだっけ、ドラゴンも。前向き一応。オッケー。オートレス、こんばんは。どう？あ、いけないだ。ちょ、開けるから見て。いいぜ。したら多分こことかいそうだな。うん。これシューズキット、シューズキット、シューズキットなし。最後の生き残りやったんかな。可能性もあるね。ベクターの残骸があるかな。取ったベクター。取ってないよ。怖いね。いや、シューズキットないかな。あ、これがベクターだ。あ、4層に着替えよう。なんか開けた今。開けたよ。なる？え、こいつなんで死んでんだろう。めっちゃめっちゃバックインバックしてる。シューズキットあれあれ、ドラゴンダメにシューズキットあれSTO あった。1200分の1200。そっちそっちじゃないってね。外の死体はどうなんだろうね。のとか開くしな。お、201の鍵出た。おっしゃー、ナイス。4万ポイント。オッケー。お、ノアールだ。かけながら応援しています。かわいそうに。お、3万ポイント。よっしゃー。しゃー、やる気。これ渡しとくわ。高いやつ全部渡しとくわ。ちょっと待って、回復包帯いらんよね。いらんよ。ちょっと俺も安全箱ねえからな。まあいいや。あ、ドラゴンさ、リュックサックって、あ、それか。オッケーオッケー。ドラゴンさ、いいや、うん、とりあえずこれ、こっちのがまだマシだろうから、これあげとくよ。装備、こっち、4層
4作的な。あ、オッケー。うん、プレイ。ここ、後ろ後ろ。うぇ、まだマシ。まだマシだけど、まだマシなだけ。よし、行こうか。ほんと。でやってるよね、プレイヤー。ほんとだ。まで行けそう。いや、大丈夫だね。お、アルパカ。よし。3万ポイント。ナイス。見られてる。黙ってこれ。海面高いんじゃん。待って、ラッシュバックあるよ、ラッシュのバック。あ、俺もラッシュあるよ。ああ、オッケーオッケー。でも今、バックにインしてる。防具は 4?3?4。 あ、俺も拾う。武器がさ、俺ベクターなんだよね。なんか使えるやつがあったら変えたいんだよな。あれだ、いいよ、アルパカ使って。こいつの物資に入れるわ。おう、ありがとう。マグにも弾入れとくよ。うん、じゃあちょっと俺スコープだけ取ってそっちに流用するわ。はい、これ自分の弾とか持って帰っても意味ないやろ。まあ意味ないけど、一応呼び玉として持ってる。あ、なんか、やけどもうこれ 7.6×39 っている？いらんやろ。なあ、うん、いらんよね。うん、よし、これ戦えるようになった。行くべ。オッケー。そこからスニーキングで行こう。了解。ワンチャン1回の受精かもしれない、これ。なんかこのスニーキング。これなんか一瞬ノイズ入ったな。マジかよ。マジか。喉乾いたよな。こっち入ってないわ。ちょっと行こう。急いで右に。オッケー。ワンチャン赤ひん出てる。あれかね。でも5万ポイントあるから。地下入った？下行った、下行った、下行った。スニーキング。近く階段。うぜえもん。ボットが来てる。くそ、回復してんのに撃たれたら意味ねえじゃねえか。なんやねん、ほんとこのボットは。おった、頭一個出ししてる。倒した。もう一枚。やった、やった。よっしゃ、全滅。あさろう。おう、なんならこれ帰ってもいいかもしれない。待って、こいつボスのあれ持ってる。オッケー。いやー、まあ、これ帰んないでいいか。
これ一旦もう、あさって、真ん中の通信局から出よう。OK。じゃあ、これで1万5000ポイント、ポストークンで20万ポイント。結構いい、でかい。うん、これ多分、ライオン持ってる、これ。よっしゃ。とりあえず、ちょっと、あさってる最中にやられんようにせんだ。OK。中スキット連れて欲しいかも。中スキットない。マジか。オッケー。赤ヒントは持ってない、こいつら。持ってない。マジか。これも結構ダメージ受けてる。おお。いやけどいいじゃん。うん。全然いいと思う。で、下でめっちゃ重症になってたから、ワンチャン、欲乗りとかがいたかもしれないから、ちょっと見てみるかした。うん。えげつないほどうまいよ、こいつら。まあまだ生きて帰ってからね。まあそっか、うん、さっきめっちゃボットにやられたんよ。最悪やった。俺も MK14 ゲットしたから MK14 で戦うスタイルに切り替える。えい、俺も腕やられた。ドラゴンが漁っていい。俺が全部戦闘できる状況で常にいる。ちょっとまだ待ってな。俺もちょっともうパンパンなんよ。お、来た。どうした？ティーポット。おっし、ナイス。めっちゃでかいんじゃない？これポイント超。100万ポイント以上いくない？これ。落ちないと走れない。俺が持つよ。あ、オッケー。これ持てる、この。これ閉めようか、今。あ、ありがとう。あ、じゃあ落とすわ。
その落としてくれたら拾うぜ。あ、OK。 何がある？これ持ってる。どうした？これドラゴンのメインよね。あー、OK、どれを持ったらいいんやろ。その軽いやつ、軽くするってことでしょ。そう、できれば。ちょっと待ってな。いや、これこうがいいかな。ちょっと待ってな。何をどういう風に混ぜた方がいいかなと思って。あ、じゃあちょっと待って。うん、あ、やらかした。ちょっと今あれしたからね、うんうん、回収できるところはちょっと回収したけど、このアサルトか、多分スタブちょっと見ておいてほしい。見とく見とく。この玉って何なんだろうね。金かな。金じゃないか。金じゃないやつもある。どっかドア開いたけど大丈夫。大丈夫大丈夫。撃たれた？多分上にいるわこれ。プリヤMK があまりにも重いから捨てるわ。ああ、捨てた方がいい、捨てた方がいい。今時間何分？10分。ちょっと待って、ちょっと A1 の弾拾えるだけ拾う。 OK。 一応ね、俺も50何キロだけど、まあ、パンパンなんだよね。
どうしようか。もう帰るか。だね。無理だもんね。うん。ちょっとトークンもらえる？トークンだけ。あ、いいよ。ありがとう。はい。よし。よし、行こう。トークンの部分。まあ、いいか。行こうか。いいよ。え。まあ、ちょっとドラゴンが生きて帰った方が多分、装備品がいいけん。俺がマイクは。ミドピンも買おう。ミドピンからしか出れない。いや、そう。黙って、真ん中出れるわ。いや、出れないよ。出れないか。スタミナ厳しいよ、俺。大丈夫。嬉しいね。死んだらもったいねえ。俺が行くて、先に。OK。死んだら切るだけになれろ。いいよ。俺もすぐダメだ、すぐスタミナが切れる。撃たれた？うん、撃たれた。俺が行く。はい。バテるな、マジやべえこれ本当に。うん。喉も乾いてしまう、お腹も空いてる。トンネル待ち伏せワンちゃん。とりあえずドラゴンが生き残ればだいぶいいはずだから、俺が先に行くよ。走れねえ、つらいなこれ。八巻まで行ければもうクリアだから。気をつけろ気をつけろ、俺より前に行かなくていいって、行かなくていいって。行く行く行く。いいよ、こうってカウントダウンしといて。90秒。めっちゃ喉乾いてる。50秒。40秒。30秒。20秒。10秒。8 7 6 5 4 3 2。H、OK。これ良かったんじゃねえか？いやもうめっちゃいいと思う。二人にしちゃめっちゃいいんじゃね？70万ぐらいじゃん。これが33、ゼロキル33、93万。で何キル？いいねボタンと押してな。おー、スキル
に。俺コントラクター1人倒したらしいよ。どこで？あ、倒したね、あそこで。あそこで倒した。あ、じゃあ、俺が38万ポイントだったから。おお、よかったね。120万。ゆぐ。やったー。Let's go。やったねー。しかもすぐ行けるってよくね、これ、このモード。それな。すぐ行けるけど、バイオレット来んけど。どういうこと？なんなんこれ。約束してる仲間が来ないんだけど。よし、行くか。じゃんじゃん行けるからいいね、これ。倉庫整理もしなくていいじゃん。行こうぜ。あ、マジやん。うん、全然行くじゃん、これ。行こうぜ。いや、これ、タイさん、これ、FK がいいと思うよ、これ。え、なんか変えないといけない。ダメなの、この、ファルでダメなの、このファルで。ダメ。いい、いいやろ、この3倍使いたい、3倍。この3倍使いたい。しょうがないのだろ。MK で。しゃー。しゃしゃしゃー。ちょっと見てみよう。よーし。100、166ポイント。スタート。はよ。イェーイ。イエス。嬉しい。イエス。あとバーバレットとチャッキーが来る予定なんだけどな。ジャパンファーストクラウンの方もね、頑張ってると思うんでね。3人で行っても、3人でも面白いと思うね、これ行ってもね。2人でもこうやって行けるもんな。面白い。しかもこれ78位じゃん。え、何が？今の分隊ランキング。嘘つけ。今78位なんだけど、普通、本当に。嘘つけよ。個人ランキングは9999プラスだけど。え、どこに出てる？お、本当だ。本当ランキング78。本当に絶対嘘でしょ。そんなわけないでしょ。いけるいける。本当ランキング、お、78。行こうぜ。え、ちょっと待って、本当ランキングにこう、あれ、おお、10位までしか表示されないのね。いいよ。よし、行こうぜー。レッチュレッツゴー。もうもはや俺たち二人だけでこの戦争を終わらせようぜ。ナイスー。そーれ、でも1位が900万。あー、そこは諦めよ。そこはもう気にするな。1位になりたいのか。若さだな、ドラゴン。まあけど、そのやっぱりな、可能性というものは大事だ。1位を目指すその若い心意気はすごい大事だから、それでいいと思うよ。ワイス900万。だって上位5回のレイドが、だから5回のうち200万とかでいけばいけんだよ。1000万レイドいけんだよ。1000万ポイントよ。やろうぜ、どうせならな。ほんね、いけ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 。前枠潰そうぜ。いいぜ。いらっしゃる。前枠いる。イエーイ。すぐ死ぬか勝つかやろうぜ。俺たち親子の前に立ちふさがるやつを倒そう。いるいる、あそこいる。入って右にいたぜ。誰？いる。あ、サブ。サブこれ。持っとかよ。ごめん、銃声バレた。一メート。大丈夫。コマンポイント。コマンポイントゲット。これマスも。そっちから行く？ちょっと待てよ。距離あるぞ。
裏からもプレイヤー来た可能性。大丈夫？もう一枚やった。ナイス。前進んでたプレイヤー。了解。開いた？開いた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 。そっから入るの しんどくねえか。撃たれてる撃たれてる。ああ逃がした。やられた？やられた。逃げれなかった。敵は取るぜ。出てきたかな。こいつらや。また足気がしね。本当？うん。足気がしてる。いる。パルーパルーしょうがないよね。まあ、一応1万ポイント入ってる。オッケーオッケー。あ、10万ポイントやろ。あれ10万ポイントか。いいよいいよ。M16 か。おお M16 いいね。 M16 も4倍がついてていいね。ん？今のだけでも38万ゲットしてるよ。どうした？いいのこれ。わからん。なんか持って帰った？持って帰ってないよね。着るだけだった気がする。うん、ちょっと売るわ一旦。売る？ちょっと一旦あの物資。いいよ。やっぱ俺ファル使いこなせんやった。ビームだって。何が？ん？ファルが言うこと聞いてくれん。まあファル用の感度に合わせてないからしょうがね。ファル難しいよなあれ。うん。まあめっちゃ強いよねあれ。犯罪だけど、でもあれ使いこなせるのはめっちゃ難しい。あ、うわこれ。うん。いやこれ近距離戦強いと思うけどなこれ。何が？いやファルの30連バージョンの方ね。サプなしの。なぬ？うわこっちは。あ。同じようなのしか出ないにゃん。頼むよ。めっちゃファルで行けってすげー言われてる。違う、ね、違う。いやな。あこれでいく。よし。そのモード MK がめっちゃ強いよ。いや MK14 が一番強いの分かるよ。いやそのちょっとこれ使いたくて、ちょっと3点バーストぐらいがちょうどいい。
こう、うん、ちょっと待っていいな、よし、オッケー、夜も引くわ、おう、言います。あ、ここって100点強いのかな。まあでもやれなかったらいいね。ああ、いいじゃん、それ、うん、よし、うん、武器めっちゃ強いのに、武器と弾を引き換えに装備がもうめちゃめちゃ紙切れっていう、うん、まあけど俺たちは攻撃系を取るな。まあ死んでもキルのポイントさえ取れればね。まあただ上位5だから、まあただちょっと入れ替わるんだよね、成績がいいやつが、うん、うん、だからまあ、まあやっぱ4人で行った方がそう確率いいよな、上がるよ、まあ、まだ1日目だしな。ああ、全然70位から落ちることある。そうそうそう、スワキ当てようぜ。こいつ当て。ラジオかよ。いけ。プリエイル、どこ、こんながプリエイル、よいしょ、スネーキングかましてる、めっちゃ死にかけたんだけど俺、ボスカブ本当に、ああマジか、けどプレッシャーいる、マジやり行こうか、俺はもう死ぬかもしれんけどさ、もう2箇所練習してるもんね俺、なあ仕方ねえよな、いた、やった、いつ、あ、これプレイヤーやろ、プレイヤー、うん、俺がやった、ラッシュでバックインバックで帰るしかないな。だな。うん。こうぜ。ちょっと待ってくれ。えい。どこから入る？左、あ、ちょっと待ってくれ、結構弾打ったからさ、はい、
てかもう俺両で行っちゃってんだよね。しかも総裁も金でごまかすしかない。いや、その前に野戦病院寄るか。じゃあ、あーなんか回復系狙うか、ワンちゃん。お、やばくね。ノーレーザーサイトえげつなくない。すげえ、それ拾った。あ、これ全部拾った。何から？普通にいろんな箱から。すんげえ。よし、行こう。お邪魔します。開いてないね。財布とか全部漁って。分かった。その他漁るわ。手術キット。お、4分の4。え、敵外来た。外来たかも。プレイヤーやろそれ。マジか。どこ？すげえ、右右右。どれ？これ？それ。ああ。ドラゴン。マジか。マジか、ちょっと待って。マジか。それやらないんか。どうしようかな。ちょっと考える。バックなしからでもいいかもしんない。帰るの？うん、すぐそこだし。いや、そうなるとあれじゃないの、持って帰れる量が少なくない？まあいいよ、次行こうぜ。うわ、サタキングさんありがとうございます。ドラゴン、はい、スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、テンション爆上がりですよ。爆上げ、ありがとう。ありがとうございます。いや、どうしよっか。いや、でもこれ帰った方がいいよ。うん、帰んの？だ、さっきの人から回収して。そう、分かった。棚とか漁ってないから、ちょっとその棚とか、うん、そうで、リグ入れて帰ろう。ここでもう一発引いてね、とんでもないの。カモン、カモン。はい、オーケーっす。とんでもないの引こう。カモン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 。メインゲスト、メインゲスト。おっと、飲み物系ゲットですよ。ありがとうございます。ういバイオレットさん来てくれ、ちょっと。あなた、ちょっとナイスとか言ってる時じゃないっすよ。連れて行きますよ、地獄に。ねえ、ちょっと待ってこい。いけるか。俺ライブ系についてるレーザーサイトは、あれは全部拾ったものだ。OK、メイゲス引こうぜ。カモンカモンカモン。もう一つの棚の一番上だけ開けてないから、それだけ漁って、で、あと服も漁ってないから、それも漁っちゃおう。いや、あっちか、あ、こっちの服は漁ってない。あ、ここか。そう、
待ってワンチャン真ん中も上げてないかもしれない。上げてるけど来たから見てないかもしれない。マジ一応見てて。Thank you。これ通常要塞ってことだからね。おお。こんなもん、なんだこのノイズ。プレイヤー。待って、プレイヤーかもしれない。プレイヤー、プレイヤー。あフル音強い。くっそー。ダメでした今の、いや今のたまたまだってあいつねえ顔面当たったもん。そっか顔面だったね、顔面一発だ。相手もファルでかなり頑張ってたね。いや、面白い。ほいほいほい、あ、そういうことね。いや、面白いなぁ。こう、マジサクサクいけるからいいね、これ。神ゲー。バイオレット、バイオレットが来ないと。じゃあ、バイオレット切ってください。いや、ありがたいなぁ、マジで。サザキングさん、ありがとうございます。テンション上がるわ。サキュー。いいなと思ったんだけどな、16。まあまあ16が弱いわけじゃないな、今俺が弱かったな。あそこ当てれんかったもんな。やっぱフルオートってなるとファールしかねえのか。うん、じゃあもう俺ファールでいくわ。もう来た来た。 MK14 がやっぱ最高ですね。はい、うん、MK14 最高ということで、いや面白いなぁ。じゃんじゃん行こうぜ。じゃんじゃんバリバリ行こう。じゃんじゃんバリバリ。久しぶりやな、親子でこうちゃんとここ2人だけでやるアリブレな、久しぶりやな。今度ね、あのシーズン4 の先行やってるんですよ。先行版もこのシーズン4まためちゃくちゃいいからね、ちょっと今度紹介しますね、動画でね。よっしゃあ楽しみ、うん、全然行こうぜ。あ、そっち先何もついてないんだね。あ、30連バージョンか、いいな。近距離戦任せるぜ、マジ。つっても俺も近距離戦やんな、これ。スコープが行こうぜ、じゃんじゃん行こう。めっちゃいけるけ、めっちゃいいなこれ。このモードマジいいよ、本当に。みんな武器庫が苦手な人絶対これやった方がいい、マジでね。もうむちゃくちゃ面白いこれ。ちょっと爪が伸びてきた、ちょっと爪切りてえな。爪を切るのを惜しむぐらいおもろい、このモード。じゃんじゃん行こうぜ。最高。これさ、スーパーチャットもらった人には何かこう特別なことをやるみたいなのをちょっと考えようぜ。ああ。なんか、まあけどね、俺たち女の子でも何でもない人は親子クリエイターだから、もうなんか別に萌え系も何もないんだけど、なんか考えます。なんか楽しいやつ考えます。なんか言わせたいみたいな。恥ずかしい言葉とか言っちゃう親子のね、あのいい年したブラッド大佐に、ブラッド大佐に恥ずかしめれるみたいな。スーパーチャットやったらちょっと父ちゃんちょっと恥ずかしいからやめてみたいな、そういう感じのやつある。しゃあキーポッド出すぞ。出せ。
来るやつをやる。あっちか来たな。よし。スカブスカブスカブだった。今取れたの。で、ボットがドラゴン打っただけ？そうそうそう。え、プレイヤー来てると思う、多分これ。来てる？いや、わかんない。お。次入れた、なんか。3万5千ポイントです。3万5千ポイント。ちょっと中入ったぞ、ロゴ、ボット。リオッケー。よし、お、やけど MK やっぱ強えよ、マジ。もう MK がいいよ。うん、うん、花粉症の人、いいね押してください。花粉症で悩んでる人、一緒に悩もうぜ。うん俺下開けてくるで。じゃあちょっとプレイパーティー、対パーティーでちょっと止めとったけども、来なさそう。俺たちの銃だったらもうやっぱもう直接入るしかねえな。せやね、入った方がいいわこれ。なんかいいの来い、なんかいいの来い。ツールボックスからのなんか、なんかでっかいのいっぱい出たけど全部だ。これ重いから持ちたくない、これ重いから持ちたくない。あ、ここ吹き見た？まだ見てないよ。吹き見た？ん？吹き見た？あ、服見た、服見た、服見た。え？服は見たよ。え？その引き出しお願い。はい。来い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 、なんか来い、なんか来い、なんか来い。あ、なんか普通に紫アイテムばっかしみたい。来い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 、カモン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 。うーん、チキショー、なんか来い、なんか来い、カモン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 。うーん、めめって感じ、めめって。よし、カモンカモンカモン、カモン。めめん？ No。 なに？犬来た？何も出てない。よし、あ、待って、じゃあ高いのだけ渡しとくわ。いや、もうなんか、あ、ほんとなんかノイズ。これプレイヤーだべ、プレイヤー、プレイヤー。真ん中方面から来てる、こっちから来てると思う。違うか、そっちか。来る、上行ったな。そっから降りてくるときやって。了解。もうちょっと登って圧かけるわ。わかった。
入って右側に寄る多分。オッケー。2.5 SVD。 このスコープ俺もらう。あ、ダメか、ダメなやつか。ねえさ、ドラゴンさ、30連1個俺に分けじゃない。俺の20連と1個交換せん。30連が1マガジンだけ欲しい。30連持っとろ。うん、オッケーオッケー。あ、間違った。ちょっと、よし。ちょ、20連落とすね。あ、オッケー。あら、20連、あ、落とした俺。あ、落ちてる。うん、よし。ちょっとありがとう。30連つけときたい。だいぶ変わる、これだけで。オッケー。少女の中行きますか。せやなぁ。ちょっと待って、なんか重いやつ捨てるわ。9キロ捨てます。あ、なんか重いね、これ重いね。なんか、まあ、いっぱい捨てよ、重いのは後で。よし、なんかこっち持っていった方がいいわ、みたいなのないかな。うわ、ちょっとなんかすごい、なんかすごい体になってる、こいつ。うわ、あ、SVDS だったとこれ、持っとったの。一応 SVDS 高いんじゃない？安いよ。あ、安い？ノイズ。そう。思った。このスニークは、ドラゴン。してないよ、俺。え、スニークしてたよ、今。今止まってるよ。あ、今止まった。あ、じゃあ、俺かな。今のショットの主探しに行くか。ああ、そうやな。SVDS。まあけど、まあ、うん、3万なら持ってってもいいか。これ SVDS で2列だっけ ?2 列だよね。2列。だよね。それでもこっち持って行った方がいいのか。どう思う、これ今確認してる。バットだね。スカブ行こうか。でも5万ポイントゲット。、うん、そこの窓から撃っててよかった。回復ボックスだ。さて、オーケー、シューズ切ってこい。うん、違う。100人がいた。100人じゃねえわ。 100点か。なんで俺さっきあそこで持ったか。待って。お？10万の鍵入れた。よっしゃ。ああ、違うやつだったこれ。6万の鍵。なんで6万でもね。ええ。
ピターシューズキット。よっしゃ。一応紫アイテム渡しとくよ。ちょっとまああんまないでもスペース。淡路？うん。ちょっと今のところなんか一個。まあも。一つアイテムだったら全然モデル。ちょっと待って。ああ、けど分かった。入れ替えるわ。持てないと思ったら俺が持った。うん、ちょっと安いところと交換する。よし。まあ、みんなそこそこやんな。こいつと、こいつは多分こっちの方が高いっしょ。で、一個アイテムはとりあえず持てるから。そうだよな。これ捨てて、ここに入れて、ここに入れて、これ、うん、今のところ、お、まあ、ほぼ紫はこんな感じ。今こんな感じ。上。一応な。よし、行こうぜ。うん、あとはもうプレイヤー縛ったやつで、ちょっと変わるかなっていう。ところやな。Okay. まあ自分のマガジンを全部あの敵からゲットしたあの、うん、MK14 のマガジンに変えたよな。つか MK14 自体敵のと交換したよな。え、スニックするか。そう。中入って。ちょっと待って。入るよ。はい。空いてる。空きっぱ。ボスいるんだよね。ワンチャンボスに殺された説。入ったぜ。OK、開けていいよ。分かった。ボスいるんだよね、これ奥に。俺も行くわ。ボスやな。まあゆっくりしばいてトークンゲットしよう。そやな。ボスを無傷でやれりゃいいけどな。最悪二人で逃げしとかだったら一応手術キットが4あるから。腹も減るよな。うん、どうしよっかな。一応あれが出たんだよ、なんかあのコーンフレークが喉が8減る。めっちゃいらないと思うよ。いらないかな。待って、また金かき出た。落とすわ。いや、飲み物が効ければコーンフレーク強いぜ。飲み物ね、あの接客室にある。失礼してる。あそこ見に行きたいな。うん、閉めろ。で、渡す渡す。うん、ちょっと待ってな。え、バラもなってんのに金庫とかはされてないんだけど。待って、金庫自体は鳥の涙だな。
これマジボスに全滅させられた説あるな。うん、だって防具が紙だからさ、ボス強すぎるやろ。ジュサリオマジどうする。コーンフレーク捨ててきちゃった。あ、マジか。だけどまあ取りに行けばいいじゃん。またけど本屋が2個あるんだろう。本屋2個ある。本屋ちょっと見てみて。いや、くるんでね、これあのヤバいやつらが。そうだね。お会いに来てきた。いいよドラゴン、ちょっと待って。やべ、これ見えん、これ見えん、やべえ、これ見えん。まあ、いいこれやべえな。俺結構ここ頭一個出しで撃てるところなんよ。これドラゴン変わろうか。ここ頭一個出しで、ボスってどういう本社だっけ。これボスだわ。マジ、また木くー、木で入ってくんねん。マジで出た。もう一枚は。3ボス。あ、くそ。トゥクトゥク投げてきた。火炎瓶？危ない危ない。どうも。しゃがめしゃがめ。投げよう。やば。回ってきよう。あいつ恐怖やな。やった。よ。うん。これボス？それ確かにボスだけど、いやもうボスの死体だけないんだよな。もう一旦するか。けどさ、ボスの取り巻きのさ、うん、装備結構ええぜ。あのリグとかがええぜ。なぁ、うっ、え、なにこれ、目が乾いたけ。にあると思う。探そう。おう、これ渡そう。え？オッケー。これからもう高いやつを全部変えていこう。これ俺が持つわ。あ、ちょっと待って、これも落とすじゃん。あ、2個で6000円やったらそれ高いな。まあいいや。いやいや、オッケーオッケー。今 2×2 まで持てる状態。 2×2 の4ね。
ボス死んでるかもしれないからちょっと探すか。あ、ここに4層あるぞ、ドラゴン。これ結構いいかも。落とす。なんか飲み物ゲットした。お、じゃあそれもせといて。落とすよ、飲み物。落とした。いいよ、いいよ。このリュックサックどう思う？いいと思う。このリュック、からっていいよ。あ、じゃあもらおう。鎮痛があと 1回しかない、これ。うん、じゃあ玉抜きで行きたいったら玉抜きするわ。ボスの取る巻きって金玉だったっけ。あ、なんかこれショットガン金玉だった、これ。もしかしたら全部金玉かな、ちょっと見てみる。これ金だな。ワンちゃん地下で妹たりしてね。あるね。うん、こっちの方が入れやすいかな。マスがやっぱこっちの方が大きいね。マスは何か バックは入れにくいけど、もともとしてきたやつの方が入れやすいね。多く入るね。イエス。残念ながらお待って、ボス死んでる。よっしゃ、もうめちゃめちゃいろいろ死んでんだけど。どう？いや、いいね。ボスかと思ったらプレイヤーだった。いいね、ユアスプレス。オッケー、ボスのトークン手に入れた。やられたよな、多分。だね。残りのボスの取り巻きにやられたっぽい。じゃないとおかしいもん。うんだな。他のプレイヤーはここで死んでるよ。オッケー、持って帰る。えい、俺は持ってる分持ってよ。鍵開けれるかな。うん、いいんだ、いいんだ。よし、なんか水の音した。バスタブじゃあこれ持てる。ちょっと待って、あ、これカンカン、カンカン落とすね。おー、ヒムヒム、こんばんは、頑張るよ。缶詰落とした。缶詰まだ食べとき。なんか登ってきた。
これドラゴンが気づいたら残り8分、うん、ドラゴンがあれこの辺置いてあるかな。そうだね。ちょっとバックの中どれ、ドラゴンのバックどこにある。お、こいつのこいつのバック、OK、こっちのバックとサブウェポン。わかった。K14 ってこうあれがつかないんだね、アタッチが。なるほど。そうなんや。見れてないからね。ボタンを押してほしいかもしれない。ああ、わかった。ちょっと漁ってくる、残り。そこに銃があるぞ、一丁。これ取っちゃうか。開けれる、それ。開けれると、うん、俺、銃変えた方がいいかな、MK14 が。まあ。モテる。どれ？ギリギリ。ひ、モテんくね。え、何万それ？六マス。六。SVDS 捨てた方がいいかな。捨てていいと思う。マジ？ちょ、一旦これ捨てて、これ持って。SVDS のパーツだけ取りたい。パーツ。あと4マス入るけん、SVDS の、あの、サプとか、そこら辺落としてくれれば。はい。うん。それだけかな、高いと。なんもない。だね。どうすよ。いいよ。あと、俺が持てるところって2マス。2マスはないか。2マスはない。OK。 開けるよ。ん？どこ？ゲート、ここのゲート。開いてた。行こうか。ゲート開いてるってなんだろうね。これ嫌じゃね。
ちょちょちょ、待って。どうして？最後の最後、これ持ってる分だけどれ？いや、もっともっと。あ、なんか俺銃変えようかな。銃変えた方がいいよね、最後。いいよ。あー、だって自分の銃はいらんやろ。あ、そっか。ナナロも歩けなくていいから、こっちに2丁持って来ればいい。あ、もう2丁っていうか、もうあれなんだ。残り50秒。OK。これこっち見とくわ。OK。残り40。はい。マジでこの出口の範囲が広くなったの優秀だよな。ああ、まあ俺たちにとってもいいけど、世界中の人にとっていいな。うん。まあけどこの最後の面白いわ。最後のスカブ BP 弾持ってる。嬉しい。ボットちゃんね。おお。そう。OK。GG。 今回も豊作ですよ。 GG。 超ギャーミン。一応54万プラ。さあ何キロ入ってんでしょうか。プレイヤーはゼロじゃなかったっけ。プレイヤーゼロかな。いや、1倒した。1あそこでガソスタブウェイで。ああ、あそこ合計で58万だった。よし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 、いいじゃんね。おお、まあ今現状、個人ランキング271位なんだけど、分隊ランキング今42位なんだけど、そんなことはないやろ。そんなことはない。まだわかんないからね。そうそう、まだわかんないよ。こんなに今始まったばっかだもんね。もう。まだあと1週間はある。そうだね。よし、多分バウレットがいる気がする。オッケー。いらっしゃい。3人になったら変わるからね。いらっしゃい。いや、じゃんじゃんバリバリ。分かってるね。分かってる。10円お選びになるね。あ、俺一発目からこれだったから今回これでいくわ。MK？ いや、MK じゃない。一回目からあの16だったから16でいってみる。16？ ダメ16。いや、いいよもう。あ、バウレット喋ってください。ちょっと喋ってくれてもありがたいな。こんばんは。こんばんは。よし。これ家族ね。ブラッド大佐一家。話せないのよよ。話せないの？でも話せるようになったら一応マイクボリューム入れてから。誰だ？ワイ。配信何時からですか？今配信。まさしく今。本当に通知見なさい、タカ君。よっしゃ、行こうぜ、ドラゴン。いける。これ、マジ。あと、トーレスかチャッキーか、ナッツがいれば、完璧やね。本当だよ。
あれ、お前、妄想じゃなかったっけ。今頑張って MK 終わってる。なかなか出ないようだ。やってに2万とも安すぎるわ。うん、マジこのもの練習になるからね、言ってほしいよね。なんだサプライをくれ、よし、ゴーゴーゴー、ロータスブラックゴー、行くぞ。我がブラック大佐施設部隊、ロータスブラックアルファ出撃。10位以内まで入ってちょっとあのランキング一緒に映ったところ見せたいな。サムネでもいいから撮りてえなって。一瞬でいいから。いや、ワンチャン本当にあるもんな。本当にあるもんな、ワンチャン。一瞬でもいいから10位に入りたい。いや、まずは浮きを出してからスタート。あ、じゃあ誰か一回あさって。バウレットドラゴンあさっていい。俺が。あ、入れ。あ、待って、撃たれた。任せろ。下がって。相手スナイパーね。了解。ギリ耐えた。OK、T ポート出た。これは帰りたいね。OK。とりあえずしばくぞ。T ポートと綱と、あの、ラジオ出た。OK。ちょっとボットが俺に反応しなかった。待って、バウレット死んだ？うん。バルト死んだ、ね、来た、入ってきた。一回ガソスタの方側から。1枚やった。裏から来ようとしたやつやったってこと。そう。じゃあまだ1階にいるやつはいるってことね。多分。うん、あと何枚いそう。2枚。中入りやがった。待て、出た。やった。OK。終わった。僕もやった。ナイス、3枚しばいた。3枚しばいた。合計4枚かな。あれ、サイさんもしばいたんだっけ、1枚。俺、しばけてない。じゃあ分かんない、まだ。OK。俺、ここ待機しとくわ。OK。俺一箇所さ、ボットちゃんのおかげでさ、一箇所もう死んだ。ムキちゃん強すぎるだろ。強いな。いる。うん。エズ方向やな。いや、なんか一枚死んだね。うん。けどまだいる。了解。穴手が来た？引いてもいいかもしれない、後ろに。オッケー。ドラゴン脱出できる準備しといて。オッケー。から来るか。こっちね、多分こっちから来る。
ちなみにダイスポイントでどこ？リュックなしあると？リュックなしあるよ。今日リュックなしで帰れる？ティーポート入る？入れない。だよね。うん。そういうことはもうちょい時間。もうちょい時間経ってからでいいじゃん。そうだね。ゆっくり時間かけて漁ろう。いい。ティーポットさ、どっかに隠しといてさ、なんか、キルした死体を見に行ってもいいんだけど、もう一枚、こいつだ。このノイズだ。どうしようかな。ここら辺にいそうなんだよね。今整理してる？おー。オッケーオッケー。怖いな。この一枚もしばけばね。合計20万入ってくるから。おお。で、しばいたプレイヤーたちの装備もゲットすれば、ちょっとドラゴン、俺道路側行ってくるね。気をつけて。どうしたのか。ここで死体が死んでて、漁られた跡がある。でも、ハーハーが止まらない、喉が渇いて。
マジか。俺が見張るから。気をつけて。そっちの方向に回っていった可能性はある、十分に。じゃあね。マジ喉乾くなこのモード、まあ、2000公演で楽しめるからしょうがないんだけどな、うん、ノイズが消えた、こういったかな、怖すぎるよな、まあ、いずれにしても俺がヘイトを買っとくから、脱出するとしてもボタン押しに行かないかやろ、まあ、ボタンも俺が押しに行くわ。 OK、 ドックスで待っとくね。うん、洞窟ってどっちだ、北側ってこと、出口の洞窟、中央の電波塔ってこと、それとも北側、ちっちゃ、そう北側だよね、北側、北側、鉱山の方ってことね、そういうこと、 OK OK、 じゃあもう行くわ、おお、お気をつけて、うん、誰、今配信中です、誰ですか、お疲れ様です、お、チャッキー、おー、よっしゃ、援軍駆けつけてきたな、お疲れ様で、やお、やお、す、いや、楽しくなってきたね、いた、あそこにいた、こんばんは、わあ、お疲れ様です。これ何時までですか、大佐。12時ぐらいの予定だけど、全然このルートダービー面白いから、結構、かなりやりたいなと。うん、あれやで、ティーボード出した。おぉ。うますぎ。これティーボード出したけどさ、ちょっと俺もうマジどんどん体力、どんどん具合悪くなってくるんだけど、大丈夫かな、俺。ちょっとやばい俺。しかも左側のプレイヤーが1枚見えたんだけどさ、いや怖すぎな、うん、見えたんだけどちょっと見失ったんだよね、それも怖すぎな、一応ねポジションだけ教えとくわ、見えた、オッケー、ここはそれなんかなんすか、うん、そうだよね、それ大丈夫かな俺、押せるかな、まあ、ドラゴンが向かい始めたらちょっと向かうわ俺、待って、足音マジじゃあ俺のノイズ立てようか、立てようかノイズ、やった、お、よっしゃ、た倒したの、今敵、俺は絶対エイブで取ったもん、ナイス、ナイスー、オッケー、オッケー、あさって、あさって、あさる、あさる、こいつも謎にいろんなもの持ってんだけど、あ、多分他のところの遺体取ってきてんちゃう、そういうこと、めっちゃ喉乾いてるんだけど俺飲み物がない、無理なんだけど
いや、いらんなこれ。M80。いや、これからって帰ったら俺もなんか何も当たってないよりマシなんだね。うん。かぶりたいこと誕生日。よし。いいね。昼もできてるし、100万ポイントもらったかもしれないこれ。いけるな。いいね。あと俺はボタン押せるかボタン押せんかの戦いじゃね。そうだね。最初ここまで付き添ってるじゃん、ミドビューまで。そっち？そう、で、そこからバックして、トンマーク消しつつ、スイッチ、押しに行こう。なんかあの縄とあのレコードプレイヤーとティーポットが3つ同時に出たからめっちゃうまい。この2つで10万でこれ45万、実質60万相当の金庫だったよ、あの金庫は。まあ、うん、これ飲み物ない。これさ、スコープさ拾ってもさ、うん、あれなんだよね、なんかつけれないね、これ。よし、マジ死にそうなんだよ。これ押せるかな。いけるいける。あとこのティーポット、あ、どこどこいんの。裏裏裏裏から行った方がいいよ。で、ティーポットはどうしたこれ。ん、それどうすんの。やっぱり、ああ、やつはもういい。よし、いけるんだろうか。お、マーナさんこんばんは。トーレス落ち着いた。お疲れさん。さあ、じゃあドラゴン、あそこで待っとけよ。おぉ、グッドラック。めっちゃ腹減って、もうなんか赤マークになったんだけど。ダメージ食らっていくやつやん。これ多分 ほぼ無理。俺はもう帰ってこれないと思っといてくれ。分かった。あ、俺の修正。あ、ビヨン開けたんだったら全然いいんじゃね。いけるかもしれんか。でもほんと、ほんとダメよ俺も。全然、あれがない、体力。え、なに、やめろ。どっちやねん。マジスタミナないから待ち伏せされたら負けだからもう俺。ジャンプもできない。誰か撃った。何、いや多分そこプレイヤーでしょ。今プレイヤーが撃った。今多分プレイヤーと戦ってると思う。ナイス。本当に、うん、死ぬやん俺。してこい。ボットだって。やめろ。ボットのダメージも死ぬ。うん。
帰りたいだけなんだ。家族に会いたいだけなんだよ。うんしゃうんしゃうんしゃ。メンタがだっかいしゃ。来たぞドラゴンヌ。ドラゴンヌ。ナイス。ドラゴンヌ。待て、俺はまだ待ち伏せされている可能性があるところにちゃんとデコイとして行くぞ。の、寂してん。殺されるかと思った。なんでこうやってブスブスとか持っとんねん。殺す気か。滑り込みせよ。せやな。耐えれるかな。さすがに B1 開けてるんだからもう来ないでしょ。せやな。ワンチャン追加赤ひにあるかなと思って聞いたけど出なかった。優勢する。よいしょ、来たね。これプレイヤー来たかも。スカブスカブやる。4キルしたし、もうこんなに稼げて、ポイントザクザクじゃないの？あと70秒。また来た。待って、これワンチャンある。ワンちゃん本物かも。あるな。うん、俺が出るからな。敵だったら俺がわざと出て、俺がヘイト受けるから、で敵が俺を撃ってる時にやってくれ。オッケー。まあでもわざわざ出るまではしなくていいよ。わかってる。ちょ最後決めつするわ。オッケー。OK! Let's go! Mm-hmm. 91万レートでーす。よし。Mm-hmm. OK! 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 めちゃめちゃ上がってね。分隊ランキング23位。23位来た。うん。
これワンちゃん見れるかもしれんやん。あの今日だけかもしれんけどさ、10位以内っていうのが、うん、見れるかもしれん。個人ランキングめちゃめちゃ高くなってんだけど俺。個人ランキングなんかトーレスも相当高いよ。ドラゴンも高いんじゃない？なん、ね。うん。まあまだ今日からやけどね。見てね。今んでね、23位やる。いいね。このままいったら今のところレジェンダリーダービーレジェンダリーをもらえるな。さあここでシャギさんの登場です。登場です。あーよいしょよいしょよいしょあーよいしょあーよいしょオッケー。お願いします。お願いします。これは配信載ってます。んおい、トーレスさんログインしてません？うん、トーレスもいるけど、まあ別にローテでいいじゃん。ローテでやろうぜ。まあ先にチャッキーが今待ってたから、じゃあちょっといいっす。うん、どんされるかもしれないんで、一斉はお疲れ様です。まだされてない。されるまでちょっと存分に食べ出してもらおうかと、ね、壁ドンという今環境下におるからね。じゃあ OK 行こうぜ。これもうなんかゲットしてきたアイテムの倉庫整理をしなくていいっていう、この何もノーストレスめちゃくちゃやべえ。無限に暴れられる。そう、行こうぜ。トーレスが、俺森チャキ沸かせたというあのコメントが入っております。ダメです、来てください。トーレスさん来てください。お呼び出し、まあ、とりあえず壁ドン入ったりとかいろいろしたらやりましょう。まあ、トーレスも一応今トーレス、ね、今仕事中なのよ。今ちょっと一瞬休憩だったんだと思うけど、うん、あ、そうなんです。これリーグ分隊の記録負荷って書いてあるんですけど、これ何ですか？ちょっと待って、もしかして、ちょっと待ってください。俺、チャッキーを誘ってると思うんですよ。あ、そっか。ああ、危ない危ない危ない。ないんじゃないかな。今なんか誘われてるはずなのよ。メンバーの招待で、ちょっと待ってね。それやってるんだったら、俺らのポイントも入ってなかったよ。あれ？なんか誘ってると思うんだよな、チャッキー。それどこに来てます？なんか来てると思う。ダービーのルートダービーの、ルートダービーの、ね、戦利品ダービーの、多分この仲間マークみたいなのが、あのフレンドマークみたいなのが、あ、光ってる。あ、参加ってとこですか？うん、俺が招待してるから参加してもらえれば多分オッケー。こっちは組んでるとダメみたいなんで、ちょっと一回出ますね。はーい。で、多分招待を受けてもらえればいいんだよね。え、違う。違う？ちょっと待って。あれ？あ、ちょっと待って。招待するよ。はい。招待しました。受け取った状態。あ、ありがとうございます。OK、どうです。うん、入った、入った。OK。おい、お願いします。よいしょ。ありがとうございます。いえいえ。よし。行こうぜ。今日、2個出てるね。え、これなんか、一番高いの16なんですけど、これでいいんですか？あ、俺、M16 でもいいと思う。M16 か MK14 がおすすめ。これ、バーストですか？ん、そう、バスト OK です。で、とりあえずあのボットだろうがプレイヤーだろうが、あの4層見つけたら4層に着替えることね。 OK です。うん、あ、そうそう、4層着てるプレイヤーは主にあの真ん中のバランスっていうやつを選んでるプレイヤーが4層来てるかな、確か。
わかりました。マジ？ちょっと待って一旦俺ここ、俺も入る、ちょっと上、誰か行って。 OK、 私あそこ、入るバーレット。チェッキー、チェッキーは、はい、あさってです。ちょっと待って、チェッキー一回あさって。はい、チェッキー来た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ来たじゃん。一人一人ここトラックの後ろ。知ってる知ってる。戦闘中。倒した。ナイス。ナイス。ちょっと待て、ちょっと待て。足をやられてる。大丈夫大丈夫大丈夫。もう全然ゆっくりで大丈夫。私立ち行きますよ。オッケー。あけど俺がもう足やられてるからな。ちなみにあと1枚やってる。あ、奥で。オッケー。あとどんぐらいそう？あと2枚いいんじゃない？うん、多分いそう。ありがとうございます。10枚の電池出た。これいるかな。うん、ちょ、俺足がやられるというさ、一番最悪のこの、もう一番、一番、一番この滞在をされてしまったからさ、俺は。足打ちという最も滞在な行為を、私は今やられたんで。もう足も手も真っ黒。手術キット探そう。やべ、ちょっと大佐、クソおもろいあの光景が見れるよ、これ。ちょっと乗っていくわ。えぐい。えげついわ、これ。めっちゃ来たもん。でも来るよ、めっちゃ。弾なくなっちゃったよ、途中で。まあ、弾は多分60発あるから。しょうがない、俺らも絵師は途中で途中にあるあの病院からパグってったから。ああ、そっかそっか。あれさ、俺とバイオレットのことはもう諦めろ。ダメです。もう俺らは走れないから。もうダメだ。逃げる？何これ、来たくね、これ来た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 ね、これ。ちょ嘘だ、ちょっと。やった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 。ナイスキル。よし。さっき誰か助けてって言っちゃったもん。ね、必死すぎて。で俺も助けに行ったらもうあの左足飛ばされて、もう俺もダメって。敵もめっちゃ足引きずってたよ。ほんと敵にも当たってたか。一発当たってた。もうダメだ、パトラッシュ。もう僕はダメだ。もうダメだよ、死んだ時のために。一回は当たりました。バウレット、はい、あそこの野戦病院にいたら手術キットがあるらしいぞ。あるかもしれんね。チャッキー、こっちの部屋も見た？このあ、まだです。一回も全部見て。俺とバウレットは先行する。そこにプレイヤーの私も一人やったから、あれや見てくるよ。じゃ あ見てきて。うん、ちょっと左も知らんけど、2枚やったんだよね。ちょやべえ、この光景多分一生見れないと思うから見たとこは。何がやばい、えげついよこれ。やばい、同じものが2個出てきた。大丈夫？ほら、確かに鎮痛の上は走れるね。どうした？これまた、あ、けどこれ一番でかいじゃないと、これ高いやつやろ。そう、これが2個出た。あ、じゃあ俺が運ぶよ。いや、ありがとう。お前が死んだらダメだ。
ナイス。お、3枚やれてんのか。これを持っていけばいい。3枚やれてる？いや、いや、2だと思う。2。いや、1。あ、今3枚やってる、3枚やってる。2、3。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、どこ？あいつか。もう死ぬやん、やめてよ、そういうの。よいしょ。見てもらっていいですか？あ、死体に。じゃあ、鎮痛、見に行こう。鎮痛あげようか。あ、鎮痛じゃない、鎮痛はある。ごめんごめん。手術。手術切ったやろ、ちょっと今。うん、ドラゴンから任務を受けて、ちょっと今俺、あ、任務、あ、じゃあ私見てきてあげるよ。超でっかいバッテリーをさ、あ、重いね、2個持ってんのよ。じゃあちょっと野戦病院に先行してみるよ。よし、行こうぜ。じゃあ夫婦の力を見せてやるよ。あ、なんかもう俺走れない、重くて走れないらしい。重くて走れないって。ちょっとした段差で足を怪我してるから走れるわけじゃない。俺と前え、地下トンネル、地下トンネル閉鎖だから出てくんじゃね。野生病院、こんにちは。こんにちは、ドラゴン。お前はめたな。それ、鎮痛乗れば走れるくね。走れねえんだよ、重くて。ええあれ何キロだよ、あれ。あのバッテリー、あの電気系バッテリー何キロだよこれ。10キロぐらいなかった。20キロ、20キロ、40キロ。え、もうなんで俺80キロいっちゃってんのこれ。アウトリックで40キロ。ちょっとこれ分けた方がいいやろこれ。ちょっとこれ夫婦で分けようこれ。ちょっとバオラーツ、バオラーツ、頑張らない。バッテリー2個、バッテリー2個はリムやった。戦力にもならんこれじゃ。このモードさ、結構排出率めっちゃ高くない？うん、行くぞ、落とすぞ。一応出るで。あ、石直し1個だけありました。あ、じゃあ大佐がもらって。そうだ、これ1個で俺が復活できるもんな。そう。ナイスチャッキー。ナイスやで。ナイス。筋力剤もあるのかい？筋力剤はバイオレッツにはやっとくか。はい、いやいや、大丈夫。ええ、ハハハハ。これ渡しとく、もう頭抜いて渡しとくか、これ。渡しとくよ。何よ。だから俺、生きて帰れんって。あ、生きて帰れるかもしれん、俺はまだ。そうか、俺は帰れるかもしれん。もう今復活したもん。いいぞ、そうそう、私が死んでもすぐ、うん、多分ね、バイオレッツがね、はい、バイオレッツが無理。バイオレッツはもう帰れない、ね、多分もう空からまた見守っとく感じになる、うん、全部落としてきました。俺生きて帰れるのかな。大丈夫そんな。あ、違う。これ重くない？これ 4.6 キロは絶対拾いたくない。この 4.6 キロは絶対拾わない。いらないと、こんなの絶対ダメ、こんな拾ったら。で、アルバム、弾、アルバム、これ何？すごい、これ今地下鉱山開いてたんだ。ちょっと待って、地下鉱山の中で帰るわけないだろう。いや、私帰っとこうかな。先に物資ちょっと持って帰っとこうかな。やるほどの方がいいじゃないかなって思って。あと8マス持ってて、これとこれと、うん、なんか分からんけど、めっちゃ俺託されてるけど生き残れるとは思えないからね。よし行こう。そうなの、めっちゃかわいい。よし、行くぞ。ジャッキー、ドラゴンのカバーを頼んだぜ。おーっと、難しいかな。頑張れ、やれる。いける。大丈夫、バウレッツ、
走れる？大丈夫大丈夫。チンチン。あ、でも走れるの？うん。そうそうそう。次はな、要塞内の食品コーナーに行くぞ。また空いてる。スニーキング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 。スニーキングで。はい。死んだ？死んでるかと思ったら死んでなかったやつが、なんかもうなんかしゃがんでたやつがもうちょっと狙ってきた。ほんとバレた？まあいいた。300方面のノイズ気になるな。いや私行ったらうるさいなこれ。はあ、はあははあ、外を見とくわ。じゃあ300方面1階から回ってくる可能性。ドラゴンどこ辺におったでけ？すぐそこでもう堂々とここら辺で堂々ともうしゃがんでもうガンゴールやってきた。どん。よっしゃ行けるか。入ったら教えて。入ったよ。入った？うん。箱売れる。箱売れます。右側の。一人です。一人は見えた。わざとノイズ出した。カバーする。いるね、まだ。ナイス。ナイス。大丈夫？どっかで誰かが撃った。あ、オッケーオッケーオッケー。バレット入っていいよ。大丈夫。へっ、足打ちか。死にたくないよ。なんで生きてるの？そう。食材救急、食材曲がって右いるかもしれない。うん、そう、食材なかったな。そう。これドア閉めとく？あ、閉めとく。いるね、100点100点 M100 点。 M100 点。多分ね、多分ここら辺いると思うんだよね。漁るよ俺が。おお。赤ひん持ってる説ない、そいつが。説あるかもしれない。おお。とりあえずこいつ、こいつ重い。相当いい。手術キット4つ。にょにょ。なんだって？捨てといて。あ、捨てる。俺が食っとく。運んでくれ。ああ。じゃあ、バイオレットにも足。ドラゴン先にやって。ボスの証ゲット。ナイス。ナイス。なんかいろいろある。これちょっと、美味しいだろうな。ちょっと待って、これ。
どうしようかな。ちょっといろいろ落とす。ドラゴンいんの？うん。いる？いる？ちょっと落とせよ。ちょっと俺の影に隠れて拾って。拾った？拾った。まだまだあるんだ。落とせよ。いいよ。俺がさっき渡してたやつや。まだまだあるんだ。にょ。そいつ飲み物持ってないかな。持ってない。マジか。じゃあけどこれちょっと。いいな。これちょっと次落としたからドラゴンだけじゃ拾えないな。あ、あった。ない。あ、ないか。チェッキー、チェッキーこっち来て、はい、こっち来て。ここのこの柱に隠れながら、はい、そこのやつ全部いろいろと詰め込んで。そこの柱に右寄りの柱。うん、そこに寄せながらね。よしよし。で、バイオレットの4分の4、あ、どうなった？ドラゴン何分の何ダメージくれた？多分地下にいるな。絶望的やな、俺。ダメだ、70キロあるらしい。70kg。 MK14、 あれ捨てよう。パーツだけ取って捨てよう。上いるかも。大丈夫？この足音仲間だよね。どんな足音？なんか大丈夫。もう俺はフィニッシュ。上見るか。大丈夫？スカブ？あ、スカブです。だと動けないんだよね。動けるよ。本当？でもあれが重すぎてさ、73キロ。みんな上来なくていいからね。どっかに。今ドラゴンどこにいるの？2階。鍵の部屋？うん。誰か赤キー見に行ける。武器やろ。
そう。ブギベアやろ。ブギベア。開いてる。開いてる。十敵がいる。倒した。待て待て。ナイス。ウフー。終わり？うん、これ美味しいぞちょっと。これ絶対美味しい。あるか？どうするこれ？これはまずい。どうしよう。ちょっと来れる？これ俺無理だ。じゃあ見るわ。うん。ちょっと。頼む。ちょっと。あ、まあまあ別に持ってるやつは、なんかリュックとかの中に入ってるやつは大したことない。ただ、あれがね、なんつったらいいかな。武器とか、パーツが漁れると思う。うん、こんなもんだな。オッケーオッケー。キルも5万ポイントやしな。熱い熱い。裏持ってんじゃん。全部重い。重いで。15,000円のタンクはある。とりあえずさ、重い、なんか重い紫アイテムって持ってない。俺がなんか捨てたやつで 4.6kg だからこれいらんって言ったやつが多分あると思うね。ガッチャンみたいな音がするやつ。なんか多分2マスのやつで 4.6 のやつ多分捨てたと思うんだよね。2個ぐらい野戦病院で。これたまだ引いてないドラゴン。何が？ここの下に置いてあるやつは弾引いてない。引いてるか。あ、全部引いてるよ。うん、オッケーオッケー。いやもうこれ帰ってもいいね。いやもう帰っていいよ。もう全然もう俺入らんもん全然リュックに。うん、これはいいレールやね今の。押すよ。あ、押す押す。俺が押す。ドラゴン、あ、ちょっとドラゴン同じ方向から行ってやってよ。ちょっと地下、あ、地下、地下行くよ。外、あ、待って待って待って、大佐なんかまだある。何が？お、これ向こう、これ取る取る取る。俺取る。11丁も出る。まだあった。マジや。地下ってまだ押されてないっけ？あ、今から押す。今押したんじゃない？今押すよ。あ、違う違う。うん。これ走れるのか。あ、大丈夫。さっきチャキさんがくれた俺には青宙がある。ナイスチャッキーだ。よし行くぜ。よし。行ってくぜ。押したよね、今ね。金庫開いてる？待って、全部クリアしない。開いてる。開いてる。開いとった？うん。まだいるかもしれないから隅々まで探せよ。うん、うんうん、探す探す。これも開けと。うん、
微妙な動きしてる音を聞こえるから、ちょっともしかしたらワンちゃん、うん、これ上プレイヤーだね。うん、中入ってきたかも。マジで、うん、まあ、カウントすら俺60秒 OK、 はい、まあ、なかなかグレネードは拾えないと思うから。そうだよね。うん、大丈夫だ。バウレットにそっち任せて、俺はじゃあ200方面 S 方向見る。で、残り30秒。30 27 26、戻ってきた方がいいかもしれない。うん、戻っておいで。これ20秒、うん、チャッキー右見といて、バイオレット方面。はい、あ、これ来れないね、もう10秒じゃ、うん、多分ね、来れない。 OK、 Let's go。 よし、OK。 これ結構大きいじゃん。4人リュックにまんま入れたっしょ。じゃあ、サファリンを抑えて。 GG 54万。ナイスナイス。え、500、え、俺も52万。500万だって。誰が？ん、俺らの成績。あ、31位。え、9位。本当？え？分隊ランキング9位なんだけど。ちょっと待って。面白い。え、待って。9位。写真撮る。写真撮るぞ、ちょっと。これ写真撮ろう。待って。本当かって。どこで見れるんですか？え、ちょっと待って。なんか。おお。写真撮るとこ一応。ダービーのところ。そう、あのランキングのところの。ランキング、なんだっけな、ランキングポイント個人って書いてあるところとかをポチッと押して。どこだ、ダービー、ダービー決勝ってやつか。そうで、左下になんかグラフみたいな、あったそう、で、そこの左上のフレンジ分隊ランキング見てもらえばわかりますよ。え、すごい。自民党の公式が5位だけど。10位入ってる。やば。自民党公式。イエーイ。これちょっと俺、ちょっとツイートしようかな、俺。ちょっと待って。僕ツイートしようかな。やば。え、これ個人っていうのは一人でソロとかノラ入れて行ったやつの成績ですか？いや、個人もね、あの一緒に行ってても個人成績の方も出る。うん、そうなんですね。で、それで、4人でやるモード、ん？今これ10位なのは？クランで行った。2人以上でカウント、何人、4人で行かないとあれなんですか？こっちには乗らないんですか？なるほど。最低2人。ああ、そうだ、その LINE 書いてありましたね。そうだ、そうだ。すごいね。いや、もう明日にはもう一瞬で変わってるんだろうな。まだいます。その一瞬だけでもさ、その一瞬だけでもさ、あれしようよ。あの、ツイートしようよ。楽しみよ。その一瞬でいいじゃん、どうせこの一瞬だけでもね、世界ランキング9位をさ、ちょっとツイートしてどうせ。いいですね、確かに。面白い。この11位との差が見たいですね。そうね。本当に2、3の差なんだか、500の差なんだか。
気になる。5位が日本人ですね。あ、そうなんだ。うん、日本の方みたい。すごいね。うん、すごい。なんかこのランキングに日本のチームが2チームってなんか嬉しいですね。すごい。おお。自民党やん。どういうことよ。自民党。まあまあまあ、うん、まあまあまあ、ちょっとこれはあの公式配信中なんで、ちょっと何も言いませんけど。自民党、一問日本じゃない。自民党ですね。うん、一問日本なの？嘘。名前的に名前見れるの？ポスト人。はい。へえ。すごいね。あ、嬉しいね。そうかもしれない。なんかお名前見る限り。うん、ええー、すごいね。すごい。9位で喜んだらダメ？いや、そんなことないです。ダメ、ダメ。これでツイートしようとして、これでもうポストしようとしてる俺、あの、雑魚かな。いや、いやいやいや、いやいやいや、まあ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 、まあまあ、まあ、記念しておきましょう、記念ね。そうね、記念にね、そうですね。大丈夫、大丈夫。そうそうそう。すごい。うん。すごい瞬間。ちょっと待ってね、今ポスト中なんで。すごいね、ちょっと言ってたことがなんか奇跡的になったね、ドラゴンね。入りたいねーって言ったね。嬉しいね。うん、嬉しいね。うん、本当かな、これバグじゃないのこれ。ね、ちょっとバグよね。ねえ、バグっぽいよね。これバグなんじゃないこれ。大丈夫かな。ちょっとポストしておきますね。あ、はい。思い出をポストしておきます。お、すごい、まだまだ10位いますよ。10位になった。まだ10、はい、10位。すごい。イエーイ。今ポストしてますので。リポストしてください。皆さんよろしくお願いします。あ、はい、今ポストしました。大いにちょっとこういう時だけアピールしておきましょう。イエーイ。ちょっと頑張ってで、ちょっと上行きたいね。よし、行こうか。じゃあもう一回。お、最初から MK 来た。いや、なんか戦利品ダービーでもさ、なんかティーポットとか出して持って帰ってきても、それは自分の財産にはならないけど、引いたことにはなる。そう、引いたことになるから、ちょっと嬉しい。だから、プロフィールに載るんだよ、それが。お、それいいね。うん。それいいやん。ティーポット、8個出してる。嬉しい。俺も焦りすぎてさ、なんかうまくいかない。チップ取りつ。よ
し。よし、現在トーレスがトップ3に入るまで眠れまてんとか言ってるけど。おじよし。とりあえずね。しゃあ、イエーイドラゴン、イエーイ。うえ。うえ。うえ。イエーイ。Let's go。最高。最高や。マジで行くとは思ってなかったんだが。飲み物ビアで止まっている。飲み物飲めないけ。何だと？せめて飲み物最後に入れてくれよかったのにな。しゃあ。これはこっちでしょ、うん、スワキ赤引き出そう。あ、でもこれ4人いるから何でも開けれる鍵が実質8個あるから俺開けるわ。じゃあここ金庫入ってない。ここ金庫あるよ。あるあるよ。今日は絶対開けた方がいい。みんなここのタイミングで一旦リグの中整理、うん、はい。よし、OK。これガソスの金庫も美味しいんちゃうの？どこの？ガソスター行ったらやられるもんな。あ、そう、それはそう。後から行ったらやられるけど。シェイコーゼ。うん、なんかこっちの230方向のノイズってなんかプレイヤーっぽい気がするけどな。まあ行くか。プレイヤーいた。危ない。マジ？まだいるかも。うん、いたよね、なんかね、今。ごめんなさい、入り口のとこいます。あー、俺もやられた。待って、入り口。ヘッド一発入った、入り口、上の入り口。暗闇で見えんかった。まだいる？バウレットがやってないんだったら、まだいる。いや、ドラゴンがやったと思う。やった？これやろ。あ、それやね、じゃあ。うん。頭一個出しだったからやられちゃったな。すんません。いいよ、いいよ。いや、暗くて見えんかったね。見えなかったです。うん。いいよ、バイオレート、その敵のアイテム、取っていきな。うん。うん。俺らのアイテムは、いらないから戻ってこないの。うん、バレてくるかも。慣れるからドラゴン。おしゃべりしながらね、やってね。ナイス。オッケー。
オーケー。もう一枚やった。ナイス。ナイス。え？これどうしよっか。意思してんだよな。戦えるところまで戦える、戦うかじゃあ。ちょっとやばい。なんか折り方見せて。足がどっちも意識したっていう。ここないもんな。いやじゃあこれバックなしから帰ろっかじゃあ。うん、そうね。うん。キルコも入ってるし。帰ってもいい。よし。じゃあ俺、あのボタン押しに行くよ。ボタン？ボタン。バックなしで帰るのに？ああ、やっぱバックなしじゃなくて、ウザーで帰るか。よいしょ。今整理しよ。よく頭に当たってないな、それ。そりゃ。ここで死んでる。なれこの。ただいま。最後です。今現在何位なんでしょうね。帰ってみるのが楽しみ。いやマジこのモード面白いわ。もう押してないよ。よしよーよー、はい、これどこ鉱山普通にした、した、した。
まだ時間ある？まだあと1分20秒あるよ。よし、これ20万くらい。あと50秒。歌ってたんだよ。歌ってたの？そう。そういうことか。そういうこと。素晴らしい。22万配信、配信見てた時、鳥の涙って言ってたけど、スズメの涙ね。誰がですか？なんだって。ドラゴンが鳥の涙しかないって言ってたけど、いや、スズメの涙だろうと思って聞いとった。かわいい。スズメ69万まで上がったよ。あ、違う、8位まで上がったよ。8位来た？8位来た。いや、マジかよ。すごいじゃん。みんなこれいいねしましょうね。仲間にね、いいねが溜まってるときはいいねをすることね。あ、サムズアップ。もうサムズアップに限界はいらないよ。サムズアップに限界はいらない。本当に。ちょっと待って、どうなってんだ。私個人ランキング一応363位に入れてます。嬉しい。おお、すごいですね、うん、すごい。おで今チーム的には8位です。イエーイ。ちょっとマジ上来て、上来て。ちょっと 俺個人ランキング29位だよ。おお、個人ランキング29位。おお、イエーイ。イエーイ。あ、シノファミコンさん、こんばんは、はじめまして、よろしくです。やったぜ、行くぞ行くぞ。ブンチャーランキング8位じゃの。どこまで行けるんじゃ。今日はめでたい日だからの。やろうぜ。やろうぜ。よいしょ。これでよし。お、強そう、みんな。行こうぜ。ちょっと待ってね、いいよ。シノホメコさん、よかったらチャンネル登録といいねボタンお願いします。よしよしよし、さあ行くぞ。今8位、今8位やで、今8位。ちょっと俺もなんかさっきいろいろなんかこう、こうツイートとかしようとしてんだけど、ちょっとまた毎回毎回8位とかでこう、はい、やるとまたなんかこうちょっと見れなくなっちゃう、やれなくなっちゃうから。行くよ、ドラゴンチェックして。行こう。もう準備過ぎてんだよ。ロスタイム入ってんだよ。早く行くぞ。オッケー。よしよ。チャッキーが壁ドンされるのが先か、バイオレットから帰ってこいって言われるのが先か、どっちかだからな。行くぞ。行くぞ。いい勝負。順位上げようぜ。とりあえずさ、順位上げてさ、最終的に抜かれてるかもしれないけど、一回ちょっとその順位上げまくった写真撮れるだけね。スクショ撮れるだけでいいやん、これ。初めが大事ですね。そう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 。最初こうだったよって、あの証拠だけさ、上げれるじゃん。行こうぜ。LSB の力を。行こう。LSB にね、チャッキーも加わってんだからね。強いに決まってる。なだっけ。
行こう。ゴミあさり担当。いやいやいや、別芸からのね、つながりで。こう面白いよね。行くぜ、ムーブ。前にいるやつ、しばこうぜ。すん。1分がいたらもうそれはそうだよ。おっ、なんか嬉しいこと、嬉しいこと言ってくれてる。皆さんが言ってくれてるやん、嬉しい。よっしゃ、行くぜ。まあこれ いるっしょ、前に入ってる。おっ、待て、ちょっと死にかけたやんけって、マジで。ちょっといるの。ありがとう、やってくれた。誰がやってくれた。多分俺。ナイス、ドラゴン。ナイス、ちょっとナイス、ちょっとナイス、拾うな、ドラゴン。これちょっと俺の装備とまるっと一緒だから、ちょっと俺全部交換するわ。オッケー。地震。上来てる、255来てるよ、さっき来たとこから。俺たちが来たところ。うん。マジ？ちょっと待って、あ、やられた。ちょっと待って、地震って大丈夫？待って、紹介やられた。見えない。大丈夫、さっき。見えないんだ、まだ。ごめん、俺やられた。ごめんなさい、ました。地震大丈夫、さっき。大丈夫です。壁の、壁。あー、来ました。なんか左から来てるぞ。来てるね。待て。よし。ナイス、ナイス。左から来てる。うん。また腕が。ああ。そうなんですね、別だけで。いやいや、ありがとうございます。もう見に来てもらえるだけでね、めちゃくちゃ嬉しいです。頑張ります。ありがとうございます。さあ、もう中行こうぜ。行け行け。待って、撃たれた。待て、それは鎮痛飲め。そうだ、鎮痛を飲む。間に合え、どこだ。しばかれのようだ。このまま真っ直ぐ行けるのか。ドラゴンもしばかれだ。嘘、どっから。まあ、やったらさ、5万ポイント入るからさ、とりあえずやろう。そっち方面だよ。来た来た。違う、右。今のそこやん、本当やん。うざい、しまった。ちょっと待って、前からさっきやられたよね。左、めっちゃ左。危ねえ、ナイス、それプレイヤーだもん。あれ、プレイヤーやん。5万ポイントゲット。おう。通信局いる。うん、通信局いる。何？え？何今の？多分右。あ、来た。それもプレイヤーだと思う。右。いや違う。さっきのそっちのノイズ、うん、260の方に多分ノイズがあった。あ、来たね。見てる。来た。やったんじゃね？やったね。5万ポイント。ナイス。あいや。開いた。出てきた。リロードして。リロードして、ドラゴンの下の方見て。ドラゴンの下のところに来た。え？それともプレイヤーかな？いや、もう行っていいと思うよ。ん？もう行こうね。後ろ来てるよ。まださっきの同じ方向？ん？来た。やれ。プレイヤーか、あれ。あれプレイヤー。スニーキング。行って。は？いた。いや、撃たないでいい。顔出した。当たる。5万ポイントだ。
プレイヤーのこと5問ポイントって言ってるの面白すぎるやろ。最後の5万ポイント。当たるんだねあれ。でも5万ポイントぐらい入ってたね。キル、そうキルはポイント持って帰れるから。いやいや、あのちっちゃいあれで当たるのね。なあ、さあ今ので結果がどう変わったでしょうか。はい、あら変わってない。まだ8位です。よーし。よーし。まだ8位です。やっぱりやめた方がいいよ、それは。もう200、200で回せるから。200公演で回せるから、うん、回した方がいい。これやめた方がいい？やめた方がいい。200公演で回せるから。全然無緊張でいい。うん。いっぱい武器使ったけど、やっぱり決まったのが MP 一丁なんだよ。微妙に装備が違うのが面白いね。うん。20マグとか30マグとか。うん。俺とドラゴン豆減る。マメヘル。いや面白いね。いやサクサクいけるからね。いや倉庫にいちいちこうなんかこうあれがないのいいね。準備がないのいいですよね。確かに。ね。ねあまあ、ちょっとあのシーズン4の、お得情報で、シーズン4始まってからのなんだっけノースリッジ、立ち入り、禁止区域の、封鎖も出て、でそれ結構ずっと一時やる予定らしいよ。だから金策できるよ、みんなお金なしでそこ封鎖区域に行けるから。PUBG みたいなことができるのかな。そう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 。だから、なんだろう。本当にお金稼ぎができるよ。また仮装した。分かってるよね。分かってるよね、みんな。分かってない。OK。な、分かってない。ちょっと、分かってないよ。私、分かってないよ。あそこしか教えてもらってないよ。そこでいいよ。だ俺んところで。あ、もういい。ちょっともう。周りを漁る、そしたら。え？でも怖いな。来るかもしれない。プレイヤー来たかも。来たかも。一枚取った。ナイス。五万ポイント。五万ポイント。ナイス五万。けど一人だけとは思えないんだよね。足跡とか教えてね。うん、ノイズは1しかなかったけど、そんなことってあるかな。とりあえずこまごましたの。ミッドの無線通信局行って、通信局から
予算入ればいい。そうね。うん。とりあえずさ、ショットガンが 12K が突っ込んできてたんだよね。一人だけ。で、12K 以外はスナイパーの可能性もあるな。顔出さないようにしてみて。うん。まあもういいんじゃね。うん。もう動こうぜ。ちょっと防具だけ欲しい。うん。あ、まあ、でも違うやついいと思うよ。いや、防具だけ欲しい。なんで、先行っとくよ、赤ピン。はい。お、やっぱスナイパーいるね。とりあえずゲットできるところをゲットした。よいしょ。送ります。フキス。おう、鍵。みんな来たら通信局通って入ろう。一回10万円の首をこんなにあっさりと開けるなんて。気がするね。いいね、普段使わんような銃使うの面白いね。フリーヤっぽいわ。なんか？いや、スタブだ、スタブスタブ。喋った。待って、俺撃たれた。後ろから？後ろ。あの俺たちが来た方向やろ。来た方向からよね。うん。多分。両方の出口張ろう。入り口張ろう。分かると、そっち側からも入り口があるはず。分かると、あの、あれにしてた方がいいよ、フルオートに。これ上の入り口行った方がいいですか？ん？これ下降りてきちゃっていいですか？一緒に。うん、あのドラゴンについてたらいい、全然。はい。なぬ？ダッシュするこれ。絶対赤ヒン出てるよ。本当に？でバルト行くぞ。水路。はいはい。行くぞ。俺についてる。間に合うのこれ。はい。間に合う。ベルガ、
行っていいの、さっきちょっと、私、回復しないと行けない、OK、ごめん、俺がちょっとノイズ出しちゃったからわざとちょっと変な動きするわ。下にいろいろいるね。俺とバイオレットがわざと1回を走ってる音させる。ごめんなさい。通路の奥います。いる。チャッキー死んだ？チャッキーさんが、うん。死んでました。そういった方がいいかも。回収できたら鍵が2個ぐらい入ってるんで。どこでやられてんの？どこいるって？どこでやられてんの？階段降りたとこで。で、もうドラゴンやったね、じゃあ。やれてない、まだ。まだいるの？うん。じゃあそっち見張ってるからそっちで足を突き取り立てといて、うん、俺たちがもうバリバリノイズ立てる。やった？ストブストブ。わざとドラゴンが いない方向、俺たちが怪しいね。うん、じゃあバウルと2方向で入ろう。そこの俺逆側から入る、こっち側から入る。ここの通路もちょっと怖いんだよな。まあいいや、脱出した。あっ、出てないよこれ。バウルとやられた。通路、こっちの通路。ああ、そこ見ないでよかった。まだどうしよう。行けなかったっけ？ここ、ドラゴン、多分ここ。どこやねん。奥。ちょっとこっちで挟めよ、じゃあ。そっちおるけんね、バイオレットがやられたところ。え、2枚いるの？うん。こっちだけじゃない。あ、やられた。あー、マナかよ。もうやられた。待ち伏せのポイントのところにおる。お、いや、どこだ、散らばっとったね。まあ、今のはしゃあないね。しゃーないっていうか、まあちょっと今のは動きが雑魚でしたというところで、今のはダメな例です。すいません。いえいえ、こうなだれ込んでいくときにはなだれ込んでいくのをバーっとこうやる。やっちぱた。まあ次安全に帰ってきたら終わりますかね。一度、まあ、安全というか、まあちゃんと帰ってきたらね。よし。いやー、このモード面白いなー。なかなか出らんねー。なかなか出らんねえ。ファルで確かに妥協したくなるねえ。M14、ミニ14、MK14 ってこう、なんかね、出たと思ったら違うよね。
私なんて SKS と M 一応も交互です今6回ここやんなこれ何が MK か M 点 どっちかがいいんだけど出ないなんてこった。まあ200円なんで全然ほんとダメージほぼないから。で今度ミニと M 点の交互なんですけどあの MK が来たと思ったらなんかあの何でしたっけ、あの丸っこいのがついてるスコープあるじゃないですか、見にくい MK 一応うんけどあれしかないよ、あれしかない、やだまだ春。え、これ何が一番いいんですか。まあ MK 一応がおすすめ。もうあのしょぼしょぼレッドドットでもやっぱフルオートもセミオートも打てるからね、やっぱですね。うん、だスコープがねハマるやつがねハマんないんだよね、あの4スコーとかのね。なあ SVDS4 回連続とかあります。あるある。いやこのモード面白いわ。イエス。このモードめっちゃ気軽にずっとできるわ。メンタルがブリークしない。そうね。うん。全然。それだけでもでかい。え、これって1回選んだら変えられないんですか ?1 回、真ん中の装備選んで、そしたらできるよ。あ、 ありがとうございます。うん。オッケー。もう豆の豆でいきます。大丈夫、みんな豆。シュワ。なんかみんないいね、そのヘルメットたちで。枝豆。これちょっと体調っぽいのか。一人だけ違う。一人野生ヘルメットやけどな。でもドスもそうじゃん。ドスだってあいつ三層しか来てないくせに。他の周りのスカブ、ボス、スカブの取り巻きは、なんかちゃんとヘルメットつけてんじゃん。ボス優しいのかも。でもね、ボスね、ボス何もつけてないはずなのにね、頭に6、1当てても、2、3発ぐらい当てなきゃ死なないんだよな。あれ、一緒だもん。精神力。また一緒。イージャックスの中わかるよね。あ、もうルメットかぶってるのに、うん、中をやるすよ、わかんないから。あ、よいしょ、レザーライトモジュール出た。ナイス、うん、プレイヤー来るよ。え、レーザーモジュールね、オッケー。プレイヤーいるからね。うん、いいっす。こっちの方ね。はい、私ちょっと当てられたからこっちに行ったと思ってると思う。わかった。うん、俺の裏来てる、ここ。おーい、やっぱこのモード結構マジで出る確率バグってるわ。何枚か来てるよ、同じところから。うん、了解。裏の塀のとこでしょ。3枚ぐらい来てると思ってね。はーい。あ、1枚こっち。1枚は中央の方来るけど、俺がそれ見る。了解。
1枚ここら辺。よし、1人だけの枝立てて、動いてて。私で動きますね。1枚取った、うん。1人だけ、1人だけなんか、あの、ヘイト買っててくれれば。はーい。1枚取った。絶対こっちの方はいるはず。まだ、今止まってる。裏ね。うん。裏は入る前にはやれる。クリアかと思ったら葉っぱだった。いよいよ。普通に間違えるな、あの葉っぱ。誰かガソスタ側の中から、ここが見れる、こっちの方見れたら、誰か一人、そっち見といてほしい。ここ見なくていい？いや、入り口、どちらかというと、チャッキーが見てほしい。OK、うん、です。うん、ガソスタの中からね、ガソスタの中から、OK です。うん、登ってくる可能性がある、そこを見てほしい。ここ見れるかな？外側から足音してんの？今止まってる。多分だけどここら辺にいると思う。多分だけどね。で一応とりあえずこっちからも一枚来るかもしれないから、そこだけが俺唯一俺のキルゾーンなんよ。オッケーです、見てます、うん。そこから敵が出てきちゃうと俺は死ぬ。でそこから出てこなければ俺も死なないから、マップが見れる。チャッキーそこ見てくれたね、オッケー。うん、多分ね、はい、さ、ちょっとボットかどっちかわかんないんですけど、どこかな、ここら辺で山かな。ああ、それ見張りボットだから気にしないでいい。あ、オッケーです、うん。1枚だけじゃなかったんだよな、絶対。こっちの方にいると思うんだよな。見れるのかな、これ見てもいいのかな。どこに下？うん、ここら辺。いや、俺のこの下、死体はね、ここら辺。ドラゴンさ、そこ開けてさ、ドア、鉄のドア開けてさ、ちょっと俺が撃たれたら、まあ俺死ぬかもしれんけど、代わりにそいつをやってほしい。めっちゃそこドア開けてていいよ、敵にプレッシャーになるし。うん、そうドア開けて、うん、で俺が今から牛見るから。どこから？おお、日本人。ああ。いいね。くそー。間に合わなかった、ドラゴン。いや、見えなかった。見えなかったか。そうだよね。カビ裏でしょ？ああ、わかんない。ああ、そうだね、そこだね。あいつやれ！なんでドラゴンそんなフルオートデザインやった。
ケチったらダメだよ今の。やれたでしょ。いや行かなくて行かなくて。いや行ったらやれるよ。バック捨ててる、バック捨ててる。あいつはもう俺がやる。いややらなくていいよ別に。あ、まあやってもいいか。おいだ。あいつ。反対回りましょうか。ワンブイワン。どこにいると？ちょっと待って。どこどこ。勝ち。ナイス。ナイスです。で、俺のところ、俺があの倒した敵の物資だけ持って行ってくれれば。うんうん。でそのまま行っていいよ。クズを回収して。やってみよう。うん。オッケー。ちょっと俺席外しますんで、なんかあれだったらドラゴン喋りながらやってね。はい、オーダーも取って。ちょっと片付けする。5万ポイント。ナイス。何をすればいい？うん、敵の物資を。あ、じゃあ俺が渡すよ。まだ中にいていいよ。中にいた方がいい。そんな、うん、ちょっと大佐の MK ちょっと取り替えてもいいですか？あ、OK っす。いいと思います。ちょっと今いないのか。ちょっと豆なんですよ。パートリッチとか入れて、うん、お、待って、最高。開いたね。ヴァイレットさん、これ持てる？うん。よい、ロールケーキ。持てないの全部持つから、やっちゃってくれれば。あ、じゃあはい。ラッキーだな、それは。なんか足音しなかった。してないよ。それ、ロールアップしてくれればもう早く行こう。うん、いける。いいよ。行っちゃって。で、俺モジュール持ってるから、二人で赤ピンの、金庫を漁ってきてほしい。どっちか。うん、二人で。行きましょう。はい。はい。じゃあ行こう。モジュールでかいんじゃないこれ。前にボット。今日持って帰りはボットじゃなくなかった今。ちょっと待って待って。確かにクリアいるわこれ。
あと何秒近く、あと3分、あと3分。3分、オッケーオッケー。じゃ鍵開けます。はい、お願いします。はい、金庫も開けちゃいます。周り見ます。はい。スキューの上とかもちゃんと見て。あ、ボトルと。えここら辺。残り160秒。はい。でもこのレードそれぞれが入ったな。よし。OK。そっち行けますね。はい。残り2分。2分か。そう、ここら辺のあれも。ないか。赤アイテムの中で価値はそこそこだけど結構嬉しい。これの嬉しいのがさ、財産にならないけど、あの自分のスコアには影響されるから、うんうん、ちょっと嬉しい。このモードやっぱり赤品率ちょっとバグってるわ。そう？今日3個出たよ。ああ、そうか。ホット2個と、こいつ。嬉しい。おぉ、でかっ。これ40万なんだよ。50でも。壁ドンいただきました。あ、やりました。水の音がする。ぽちゃんぽちゃん。いるね。すごいよね、これ。長いね。あー、よいしょ。66万。ナイス。おお。ああ、変更はない。でも更新した、ね。勝ちのまま。個人ランキング22。情けない殺され方してしまった。うん。まあけど俺も5万ポイントね。5万ポイント。個人ランキング400位まで下がったな。もうけど今8位だね。ちょっと嬉しいね。よい。すげえけど自民党3位やん。うん。どこだよ。さてさて。あ、もう1時だ。はい、さあ。はい、さあ。はい、はい。
壁ドンされた？もしかして。そうそう、壁ドンされた、壁ドンいただきました。ありゃ。じゃあ壁ドンいただき行きました。オッケー。じゃあね、今日はここで配信を終了しましょう。ちょっと予定より1時間長くやりました。はい。ねえ、ルートダービーちょっと面白いね、ドラゴンね。マジ楽しかった。楽しかったね、これ。本当楽しかった、これ。本当に。ですね、最終結果はですね、今日時点ですよ。今日時点のランキング。私は413位。ドラゴンは？お、22位。じゃあ20位に入ってきたらここ出てくるよ、ここ。ここ2ランク。惜しいんだよね。20位からじゃん。ねえ。おえー。すげえ、この。花園たえさん？日本人。すごいね。1位です。何が出るんだろうね、これね。すごいすごい。拍手。で、フレンジー。分隊ですね。これなんとローダスブラック8位ですよ。嬉しいね。8位だよ。これそう簡単に抜かれないのかな。なんかすぐ抜かれそうな気するけど、まあちょっと頑張ろうぜ。ちょっとこれちょっと10位キープしたいね。頑張ってね。だけど明日には変わってっか。21日まで。そう。じゃあもう土日。うん。いや一応ね、999位以内だったらこのレジェンダリー、レジェンダリーなんだっけ、ルーターみたいな、あの伝説の何これ、略奪者がもらえるらしいよ。これこれチームメンバー6人に全員もらえるから、ちょっと頑張ろうこれ。ねえ、と2人以上で、ちょっと2人以上集まるようになったの、ちょじゃんじゃんチャレンジした方がいいね。チャレンジしましょうということで、今なんとね8位で終了することができました。イエーイ、イエーイ。よね、これ抜かれるのか抜かれないのかちょっとわかりませんけど、まあね、次がまあ日曜日の配信になるのかな。けどこれちょっとルートダンビの決勝は結構俺が通常でやるときももうこれ配信します、これ。そうだな、明日が金曜、そっか土曜、金曜はね、ちょっとうちのブレワーズゲーミングで、ポケモンが配信入ってるんで、土曜かな、土曜ができれば、土曜日はやりたい。土曜日にね、ランキングがどうなってるか楽しみにしておいてください。ということで、ロータスブラックのメンバー、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さっさっさあ、我が息子。ドラゴン、頑張ろうな。頑張ろう。で、まあ、嫁さんのバイオレットと、仲良くしてもらってるチャッキーさんでした。よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ちょっとね、チャッキーさん喋りたくなりましたからね。皆さんね、夜やるときは気をつけてくださいね。ということで、はい、ではまた。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは。ブレイバーズゲーミングブラッツ大佐とドローンでした。ではおやすみ、バイ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 。